ありましたように、飼料農作物種子法という法律がこの3月いっぱいで廃止になってしまう。それが私たち日本の人たちの食農業にどういう影響が起こるのだろうか、そしてそれに対する私たちの対抗の仕方、そういうことをご一緒に考えていけたらというふうに思います。今日私はタイトルに多国籍企業のための種子法廃止と食の安全規制緩和ということでお話しさせていただきます。主要の作物種子法、これから種子法と呼びますけれども、これは戦後の食料不足の混乱の中で日本の基礎食料である米、麦、大豆、この品種開発を国や都道府県など公的機関に限定して、これを有用な品種をですね開発し、それを安定的に農家に安い価格で提供すると、それを国の責務として定めていた法律なんです。なんでこのような法律を今廃止しなければならないのか、日本の私たちの国民の中からその廃止を求める声が一度でも上がったのだろうか、分からないんですよね。これはですね、どこがこういう提案をしたかというと、規制改革推進会議という内閣直属の機関が提言をしました。そして非常に短い期間に閣議決定し、国会に上程し、圧倒的与党多数の中でさっさと決めてしまったんです。そしていよいよもうこの3月をもって廃止になるということなんですね。この規制改革推進会議って一体何なのかっていうところなんですね。これは TPP 協定、これまだまだ発効していません。アメリカが抜けてしまったり、いろいろやっていますが、アメリカが抜けた後も11カ国でこの3月に、正式にこれが批准されるという流れまで来ていますが、これはアメリカが抜けても抜けなくても最初に決めた TPP 協定の内容に従って、日本は粛々とその内容に沿った規制改革、規制撤廃を進めています。で、この規制改革推進会議というのは日米二国間の合意があるんです。 TPP を話し合っている時に二国間で話し合う、その協定の合意というのがありまして、日本国政府は外国投資家その他利害関係者から意見および提言を求める。その意見や提言は規制改革会議に付託する。日本国政府は規制改革会議の提言に従って必要な措置を取るという、つまり外国から要求されたことを受け取る窓口を設置して、そこの提言を政府は実施するという内容なんですね。外国組織でしょ。じゃあこれは日米の2国間で合意したなら、アメリカにそういう要求をしたのか、アメリカにもそういう窓口を設置せよと日本は言ったのか、それないわけです。全くない。日本だけがそれを飲んだということなんですね。で、誰のための廃止かということなんですが、これは農業関連企業、アグリビジネスと言われているそういう人たちの要求なんですね。日本を経済的に搾取する、日本の市場を規制撤廃して外資が乗り込んできて自分たちの利益に合うように規制をなくしていくという、そういう、窓口、ここの提言です。この規制改革推進会議は JA 解体を強く提言して、それが実際今動いていってるわけですね。で、この種子法廃止の彼らの狙いは何なのかということなんですが、後で詳しくお話しいたしますけれども、この多国籍種子企業というのがものすごい強大な力を今や持つようになっているんですが、彼らが安い公的種子、
あるいは農家の自家採取してきた彼らの種というものをですね、自分たち企業が開発した種に置き換えていく。これは日本一国のみならず世界規模で彼らが展開している、計画なんですね。でその一環として TPP を使って日本の種子法を開始するというところに来たのだということなんです。民間種子が日本に入ってこようと、日本の企業もそうですけれども、アメリカのモンサントとかデュポンとか、いろいろなそういう巨大な種企業が入ってくるには競争する前に公的種子がありますと、非常に公的種子が税金を導入してますから安い価格で農家に提供されてますね。それを競争するには邪魔ですから、この公的種子をなくしてしまおうと、こういう流れなわけです。外向きには公的種子が民間種子企業の参入を阻んでいると、そういう理屈で、だから、この種子法を廃止するんだという説明を しているんですけれども、実際民間種子企業はこの基本的穀物である米麦大豆の開発にもうすでに参入できているんです。1986年にこの種子法の改正があって民間も参入し、実際彼らが開発した米などが市場に持ち上がっているということがあるわけで、狙いはあくまでもこの公的種子をなくしてしまおう、そういう狙いがあるというふうに思うわけなんですね。で、こうやって今後、JA の拡大も狙っているわけですから、種、農薬、肥料、そういう、資材の販売から流通、そして、外食産業とかは小売に提携して業務用の販売に力を入れて、一貫してこの流れを全部、この企業が抑えると、 JA に代わる企業による農業の囲い込みがもうすでに起こっているわけです。で、民間の種子はどういう種子を開発するかといいますと、今まで各県ごとに農業試験場があって、その県の風土に合った品種を開発してきました。お米で言えば日本は北海道から沖縄まで、寒地から暖地まで、ね、山があって、あるいは平野があって、ものすごい気候の変化の多い列島です。その各地各用に合った米の品種は300を超える、大豆で言えば200種を超える、このような多様な品種を作り出してきたのがこの主要農作物種子法による公的な機関の育種開発だったわけです。それを民間種子が取って代わるとどうなるかといいますと、例えば、日本モンサント、モンサントの日本の企業家の子会社ですね、そこが開発しているのも、種の恵みというんですけれども、多収性で直販ね、田植えをするんじゃなくて田んぼにもう種からまいちゃうっていうね、大型農業向きの品種を開発している。三井化学の三井ひかりというのも、やはり大規模生産者のための多収量で、たくさん肥料を入れなきゃいけないんですけども、そういう品種、住友化学のつくば SD というのも大規模生産法人に作らせる、そういう目的の品種なわけです。なぜ彼ら民間種子企業はそういう大規模モノカルチャー向きの種子を作るかというと、彼らが開発する、大量に植えてなおかつ少ない品種だと利益が上がりますよね。でも今まで県の農士が作ってたような地域地域のマイナーな少しの量しか売れないものなんかは作らなくなるわけです。ですから、日本の今食文化を支えている多種多様な、そういう米の品種も大豆の品種もみんな、消えていく運命にあるということが言えます。でもですね、この民間種子というのは自分たちがゼロから開発したてではないんですね。全部元は公的種子を使って開発しています。例えばもう日本モンサントの米、種の恵みはどんとこいコシヒカリを投下した、そういうふうに民間は公的種子を使って自分たちの種子を開発する、そういうことをやってきているわけです。で、皆さん今野菜
全部っていうかほとんどがハイブリッドって呼ばれる品種だということをご存知かと思います。で、これは民間が開発してるんですね。公的種は関わってない。ほとんどが民間の種会社が開発して、それをみんな今使ってるわけです。で、このハイブリッドという種を投入することで民間種苗会社が飛躍的に、なんていうんですかね、まあ、飛躍的成長を遂げたわけです。どうしてかと言いますとですね、ハイブリッドっていうのは、雑種共生という、昔皆さん中学ぐらいでの生物か何かで、ね、聞いたことはおありかと思いますけれども、両親の優れた検出を一代目の後輩で生まれてきた次の世代はですね、とても優良な品質、優良な形質だけが現れて、しかも均一な性質を表す。そうしますと、大量に同じ畑でこうやって市場に出荷するときに一斉に実ってくれる、ね、こっちは実ったからこっちはまだよって言ってるとね、買い取りが選ばったりいろいろ手間かかるでしょ。で、一斉に実りを迎えてくれる。背丈も大体同じっていうね、そういう同じように揃った、まあ、いい性質なものがそういうふうに均一に生まれると、これが、大量生産、大量流通というね流れに乗るということで、まあ、先進諸国ではほとんどがハイブリッド品種というふうになってるんですが、米麦大豆についてはこのハイブリッドもなかなか作れない。お母さんの飯、お父さんの花粉、これを掛け合わせる、違う品種を持ってきて雑種1台、雑種の、まあ、F1 を作ろうということなんですけれども、米とか麦とか大豆ってお花がちっちゃいでしょ。米の花ってなんかね、ちっちゃい花つくじゃないですか。それをね、花粉と雌しべを分けてなんていうようなことはとても大変なことで容易にはできませんよね。それで、ここの穀物の種についてはこの民間企業はハイブリッド作れないでいた。まあ、今は蜜光なんていうのはハイブリッドができているんですけど、ものすごい手間かけているわけですが、普通はできない、なかなか大変だ。それで彼らが開発、まあ、考えたのは特許をかけるってことなんです。特許をかけると農家は毎年買わなきゃいけない。ハイブリッドはね、A と B、父と母を元種を持っている企業が毎年、その種を農家が買うんで、その元種を持っている企業、種の企業が、これ非常に儲かると毎年買ってます。でも米麦大豆については、それがハイブリッドを作るのが困難ですから、元種を握るだけにはいかない。でもこれは生物特許というものをかければいいんだということになったんですね。アメリカで生き物に特許、これは特許法では自然物には特許は認められないというのがずっと常識だった。それをアメリカで遺伝子組み換えの石油を分解する微生物が開発された時に、この特許紛争で争って最後にこれを勝ち取った。そこからアメリカの特許庁は生物にも特許を認めるということをガンガンやるようになったんです。そして種にも特許ね、遺伝子組み換え微生物にも特許、みんな特許で認めるよっていうふうになって、日本もこの生物特許を認めています。そういう状況の中で彼ら多国籍種子企業は米麦大豆、まあ、大豆はもうアメリカで遺伝子組み換え大豆という特許のかかった種が9割以上生産されているわけですけれども、日本の米麦についてはこの生物特許で抑えていこうと、そういう流れがあるのではないかというふうに思うわけです。あ、それ戻しますね。で、まあ、多国籍企業がそういうふうな種子戦略というのを持っていて、まあ、米麦など希望的な食料を特許で囲い込もうと、そういう野心を持っているんだということを知っていただきたいんですね。で、まあ、当然そこには、遺伝子組み換えの場合には特許をかけることができますから、この遺伝子組み換え品種の投入ということも十分あり得ることです。また遺伝子組み換えでなくても普通の品種も
遺伝子解析して特徴ある遺伝子を見つければそれで特許申請してその作物自体を、全部自分のものにするということもあるわけです。特許種子はどういう特徴があるかというと自家採集は禁止、これは特許侵害になるんですね。企業が種取りしたらいけない、農家同士の種交換これもしてはいけない、種子保存も禁止なんです。保存してはいけない、種子保存をしてはいけないときに私はすごく恐怖を感じました。農家の方が日本は今もしてらっしゃるかどうかわからないですけど、凶作というのが何でも続くことがあるわけですね。種もみすら取れないときがある。だから、収穫した後非常によくできた部分をその種もみをですね保存して、まあ、神棚にね飾っておいたり、村落の中のそういう保存するスペースをみんなで決めてですね、そこにみんな保存しておいて、そして翌年、さらに翌年も何年も凶作が続いてもその種もみで新しい生産ができるようにという、そういう食料安全保障の規範ですよね。種もみの保存っていうのはそれは犯罪なんです、特許種子では。ものすごい法外な賠償金、損害賠償を支払わされる、これ実際アメリカやカナダで起こっていることですが、まあ、そういうことになる。毎年種は企業から買わなきゃいけない、これは特許種子契約を結ばされます。そして農家が種取りをしてないかとか、どっかと種を交換したりしてないかとかって農家を監視します。まあ、監視の対象ですね。そして、その特許種子の花粉が入ってそうでない作物、そうでない遺伝子切り替えとか特許のかかってない普通の作物にもその遺伝子が入ったということを見つければその農家も特許侵害ということで訴えられちゃうという、まあ、こういうことが起こっているわけです。まあ、それが、まあ、私が非常に今後日本で起こりうる、まあ、懸念することなんですけれども、種子法廃止に伴って、まあ、付帯決議でですね、種子法とは全く別のこの種苗法、種子と違って種苗法という法律があります。そこで対応しますよ、付帯決議はこの種子法廃止法の中についた。で、種苗法に米麦大豆を加えて種子法で定めた審査基準を継続して有料な種子の生産や、しかも安く農家に配布するという交付税を費用につけるよう、育種費用につけるよう指導しますと。だから農家の方たちは付帯決議があるから何ら今と変わらないじゃないか、心配する必要はないよと、こういうふうに、見る向きもあるんですが、昨年の11月農水の一番トップ事務次官通達が出ました。そこには知見の民間事業者への提供を進めなさい、それも彼ら民間の参入が進むまでの間に限って生産に関わる知見を維持して稲麦大豆の生産や供給の必要な措置を講じる。つまり付帯決議で言ってたことは、民間が参入しやすくするように手伝って、そして参入がちゃんとできるまでの間に限ってそうしなさいねってこう言ってるわけです。まあ、つまりは、民間のために今まで県やなんかの、ね、農業試験所が持ってたそういう育種、ね、技術やそれからたくさんの品種を植えている補助の管理育成、そういうものも全部民間のために提供し、技術も教えね、そして、交付金もしばらくの間はそのやってちゃんとそれから維持できるようにする。でも移転してしまったらもうあとは知らないよっていう、そういう内容ですよね。で、まあ、私はこの農水省の事務次官通達っていうのは、まあ、全く露骨にね、ひどいものだと思うわけです。まあ、そもそもその、農水省がなぜこんなふうに低価格なのかということなんですけれども、2014年に内閣府に人事局というのができて、それが各省庁の幹部人事を全部牛耳るようになりました。
で今や官僚の上層部の人たちは官邸の回路を伺うようになってしまったわけです。でこの農水省のトップ事務次官の奥原正明さんという方ですが、彼は経営局長の時に TPP 推進を公言していました。農水省で、ね、TPP 推進の人は珍しいですよね。で彼は官邸の覚えめでたく、人事局によって、次官というトップに抜擢されました。で彼は今何を言うかというと、日本の、その農業が、規制緩和して民営化してって、もう農水省がいらなくなる、それが理想だと言ってはばからないわけですね。まさにアメリカの土地でと言われている安倍内閣に非常に、迎合するような人が農水省の今トップにいて、このような通達を出してるんだというふうに思うわけですね。でその日本に種子法を廃止せよと言ってきた多国籍種子企業はどういうことになっているかというと、今や遺伝子組み換え開発の世界トップであるモンさん、聞いたことが多いかもしれませんけども、これが普通の種子ですよ、普通の商品種子市場のトップなんです。世界の4分の1以上を収めてください。デューポン、シンジェン、ダウ、バエル、そういう企業はまたさらに合併をしていって、ごく少数の5つぐらいの会社が世界中の種子を支配するという状況が今、進んでいるわけです。で、種子法の廃止によってどんな影響があるかということは、この後山田雅彦先生の方からまた具体的なお話もあると思いますので、ざっと申し上げますけれども、まずは安かった公的種子は、高いものに変わっていくということなんですね。まず低価格の公的種子を奪うというのが狙いですから、あの安い公的種子は効いていくと。例えば現在ですけれども、この民間の赤字ののは民間が開発してます。日本モンサントの種の恵みって、これは20キロあたりの種の価格ですね、農家に売り渡す機能、それが普通のコシヒカリとかキノヒカリとか公的種子の値段と比べると約2倍で、下の三井化学の三井ヒカリ、これとキララとかマッシグラとか、こういうのと比べますと10倍も値段が高い。今後はこういう値段が高い種子が農家に、売られているということになりますね。それからさっき言ったように特許種子を投入したいと考えていますから、遺伝子組み換えの種子の投入、これ日本で行われる可能性があります。そしてさっき申し上げたように、企業の販売戦略によるごく少数の品種に修練されていくという流れがあります。そして、日本は今年生産調整が廃止になります。農家は自由市場に投げ出されると、ね、自分の産業でですね、米を売っていかなくちゃいけない、そういうことになっていく。いずれ非常に農家が統合されていく、廃業し統合されていくという流れがあって、米の増加ということも十分加えるのかということですね。で、種子法が廃止になれば、現在でさえ穀物自給率、この1億3000万もの人口がありながら、日本の穀物自給率は、今 28%、 北朝鮮よりずっと低い。でその日本がまたさらにこの自給率を下げていくのではないかというふうに思います。で、種子法廃止で、種子供給を含めた国家の食料安全保障政策を講じる責務はなくなっていくという、国がもう保障しませんよ、手を引きます。日本の食料安全保障一体誰が責任を持つのかと、そういう、国民全体の危機的な事態なんですよ、この種子法廃止は。でアメリカは CIA の記録に、食料は戦略物資だ、武器っていうのも、戦略ですけれども、それよりも食料で支配する、相手国に食料、アメリカの食料に依存させる、そうするとそれで言うこと
流れがあると思ってください。自分の国の農業や食料安全保障を守る根幹の法律、大事な種子法を変える代わりの法律も用意もしないで廃止するというのはまさに売国行為ではないかと私は思うのです。さて、残りの時間では食の安全もアメリカの要求に応じてどんどんと規制緩和されていっているということに触れたいと思います。まあ、日本の食品は世界でもトップクラスの衛生基準で日本の食品は安全だ、中国からの輸入はやばいものが多いとか皆さん思ってらっしゃるかもしれないですけど、今のですね日本の食品安全規制というのは非常に緩いものになっています。すごい勢いでどん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 規制緩和して世界中の危ない食品が日本の、規制の緩い日本に集中して輸出されてきているということも知っていただきたいんですね。考えを改めていただく。日本の市場で出ているものは輸入されているものも含めて厳しい基準のものに安全なものが私たちに提供されるなと思ったら大嘘なんですよ。ぜひこの新しい、状況を知っておいていただきたいと思います。まあ、その背景にあるのは、まあ、TPP とかですね、自由貿易協定の中でその自由な貿易を規制するもの、例えば日本の規制が厳しいと緩い国から輸出するときに日本に輸出できないでしょ。と日本の厳しい規制を緩めればいいわけですね。相手国の基準に合わせる。そうすると、全く何のコストもかけないで日本の市場に入ってこれる。でそのために日本の食品安全基準が次々と規制緩和されていきました。まあ、ここに TPP の一例がありますけれども、安全性の評価手続きは貿易の円滑化を重視、貿易の妨げになるような厳しい基準を作っちゃダメよ、こう言ってるわけですね。それから科学的証拠に基づいていると認めなければならない。そりゃそうだろう、皆さん思っちゃうんですか。そうじゃないですよ。科学的証拠っていうのは因果関係の証明ということなんです。因果関係の証明ができないもので危険なものってたくさんあるんです。例えば恐竜病、恐竜病の肉を食べたら人間が恐竜病になる、恐竜病というか脳がスポンジになる、そういうことは、科学的な実験では立証できないんです。でもヨーロッパでは恐竜病にかかった牛の肉を食べた人たちが100何人も死んでしまった。若者たちが次々とあっという間に死んでしまったと。それで、これはおそらく人体にも人にも移り、そして人の脳もスポンジ状にしてしまうんだということが予測される。それら危険性が感知されるようなものは因果関係、動物実験などではっきりと、これが原因でこうなったという因果関係の証明ができなくても危険の予見されるようなものは予防的に規制しよう。これは予防原則、遺伝子組み換えもそうです。推進側は遺伝子組み換えを食べて死んだ人はいるかってこう言うんですね。でも私たち遺伝子組み換え食べてるのか食べてないのか表示もろくにない中で、それ食べてすぐ死んだなんていう事例はやっぱりないですよね。じわ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 殺されていくわけですから、そういうふうな体の弱い人たちからやられていくっていう状況があるわけですよね。でそういう状況で因果関係の立証なんてできない。でも予防原則で、ヨーロッパは予防原則でバシッと遺伝子組み換えを規制する、教授もビシッとやってるわけですが、この自由貿易協定では予防原則は認めないというふうに言ってるわけです。厳しい規制を作るならはっきりとこれは有害だ、黒だ、因果関係の証明をができない限りはそう規制しちゃダメだよというのが、自由貿易の中でこういうアメリカは主導で来ているものはそういうふうになってるわけですね。さてアメリカは、日本に、農産物の輸出を強く要求してきています。でその中でですね TPP の日米二国間合意というのが結ばれました。でこれはどういうことか、2015年に、食の安全基準の緩和などを米国が要求してそれに応じることを明文化して
日本に確約させました。本当にどこまで売国的かと私は思うんですけども、でしかも TPP は発効してないその時点で、ね、でもこの合意は有効だと日本政府は言い張るわけです。そしてそれを粛々と前倒しで規制緩和を進めています。でその文言はですね、収穫後に使用される防カビ剤、食品添加物並びにゼラチンおよびコラーゲンに関する取り組みについて認識の一致を見た。意味はですね、これらのものについてアメリカの要求通りに規制緩和を受け入れたという意味なんですね。で、まあ、どういうことになるかということなんですが、まず収穫後に使用される防カビ剤ということですが、1991年に牛肉オレンジの自由化が行われました。バッドルガイランドでですね、でアメリカの輸入柑橘類がドドドドと入ってきました。そうするとそれに防カビ剤をまぶしてくるわけですね。イマザニルだとか OPP とか TBZ とかね、非常に有害性の高い農薬です。これをですね、レモンとかグレープフルーツとかオレンジとかね、あとはブドウだとか、まあ、いろんな化学物質がいっぱい入ってますでしょ。そういうものは日本に持ってくるのには置いといたらカビが入るのは当然ですよね。船の底にこう積んでね持ってきたら当然これカビが生えちゃうでしょ。でカビが生えないように送るためには防カビ剤をまぶすわけでしょ。これ明らかに収穫後に使ってるわけですから、これポストハーベスト農薬なんです。でも日本は収穫後に農薬を使うことは禁止してます。ポストハーベスト禁止。なぜなら収穫した後に撒いたらそれを食べる人のところではこれ全然こう落ちた落ちてないでしょ。だからすごい高い残留のまま人が口に入れちゃうわけですよ。と体に影響があるから、そんな農薬の使い方はしてはいけないよっていうのが日本のルールだった。日本のルールまだ変わってないんですよ。でもアメリカが、その防カビ剤をまぶしたものを送りつけてきて、最初検疫ではこれ日本の法律に違反するポストハーベストがかかってるではないかって突き返したんです。そうしたらアメリカが怒ったんですね。貿易収益だ、日本の自動車に、ね、横断的報復措置で高い関税かけるぞって言ったわけですよ。だから日本政府震え上がって、なんどういうふうにしたら、頭のいい官僚が考えたのは、これは農薬と表現ではなくて食品添加物の保存料にしましょう、ね、ですから、アメリカの企業に、食品添加物として保存料として申請してください。で それからアメリカの企業が日本にこの防カビ剤をですね保存料として申請し、日本それを許可するという形にずっとそれが入ってきてるんです。で今回アメリカの日米合意で何を話し合ったか決めたかっていうと、食品添加物として申請するのは手間だ、食品添加物は使ったら表示しなきゃいけない、ね、こういうことやってられないよってアメリカに言うわけです。日本がポストハーベスト農薬を認めればいいでしょう。で日本はまたね、そのアメリカに言いなりになったって国民の前にね、さらすわけにいかないから、じゃあどうしようか、農薬の規制残留基準値をうーんと緩める基準値を作ればいいわけですね。で、まあ、そういう方向に合意したということで、まあ、食品添加物の保存料として認めてきたのを今回は、まあ、残留規制を緩和するということで、実質ポストハーベスト農薬の容認する方向へ向かうということになったわけです。で、その中にですね、ラウンドアップという、先ほど遺伝子組み換えの話をいたしましたが、遺伝子組み換えは主にモンサントの除草剤農薬ですね、ラウンドアップという除草剤をかけても変えない、そういう、まあ、遺伝子組み換えしたものが大半なんですね。でそのラウンドアップをいっぱい使っている、アメリカからラウンドアップの基準を緩めているんです、アメリカでも。でそれを輸入大豆いっぱい買ってるでしょ日本が。で、油の原料、サラダ油だとか天ぷら油だとかいっぱい売ってますよね。
ただ菜種油、これカナダから買ってますけど、カナダの菜種もモンサントの、ラウンドアップ耐性の菜種がほとんどになっちゃいましたから、そういうものね、それからオーストラリアからの綿実、これはマーガリンの原料にもなりますけれども、そういうものもラウンドアップかけても買えない、そういうふうなものがみんな日本に来てるんです。でそのために日本はこの遺伝子組み換えを輸入を認めた1998年以降、大豆のラウンドアップの残留基準値を6から20引き上げました。あそこね、大豆6から20引き上げた、アメリカと同じにした。それから今これを見ると驚くんですよ、小麦が5だったのが30に上がってる、大麦も20から30に上がってる、ね、そば、ライ麦も30、それからもちろん菜種も上がってるし、綿実も上がってるし、ごまとかひまわりも 0.1 が4で400倍になってる、ね、なんでこんなに引き上がってるんでしょうね。これはですね、アメリカでものすごい荒技がやられるようになったんです。収穫するときにコンバインで刈り取るときに、これ枯れてると刈りやすいじゃないですか。どんどん枯れるでしょ。生のままとなかなか刈り取るのに時間かかるじゃないですか。全部枯らし、ラウンドアップをかけて、そして刈り取る。こういう、まあ、非常に乱暴なね、農業を今やるようになったと。で、そういうふうになったんですね。で、2013年アメリカは飼料用作物も 100ppm までラウンドアップが残留してもいいっていうふうにしたんですね。で、そのね、飼料用の例えば、まあ、トウモロコシだとか、まあ、いろいろな、まあ、テフとか呼ばれる、まあ、稲に似た植物の茎、そんなものが家畜の飼料として買うわけですけど、そういうものを食べてる日本の牛や豚や鶏に肉に残留するようになった。それでここに今までなかったんですよ、こういう基準は。それをですね、この2とか1とかっていう肉や、ね、鶏とか豚の肉にも残留基準値を設定せざるを得なくなっていると、こういうことが起こっているわけです。で、この先ほど残留基準値すごく緩められたグリホサート、使用成分はグリホサートというこの成分はですね、国際がん研究機関が発がん性評価でランク2という、人におそらく発がん性がある、発がん性があるというものがね、A と B、1A と BA と分かれるんですけど、まあ、その高い方ですね。で、動物実験で十分な証拠があるというものになっていて、まあ、いろいろな国々が使用規制を広げていってるところです。で、まあ、ドイツでは、今年の1月にですね、遺伝子組み換えのドイツ全国での栽培禁止とグリホサートのできるだけ早い時期の禁止を合意したと、そういう流れがあるわけですが、日本だけが先ほど申し上げたようにすごい勢いで規制緩和しているわけです。で、まあ、こういうものをね、いずれその日本で遺伝子組み換え作物の米とか麦とかが生産されるということになった場合に、日本でこのラウンドアップをいっぱい巻くようになるわけですよね。ラウンドアップ体制の遺伝子組み換えなんかが投入されますと、そうなると。そうすると何か周辺の人々、畑の周りの人々、どういう影響があるかっていうと、まあ、低濃度長期摂取で脂肪肝になるというロンドン大学の発表が去年ありましたし、環境ホルモン作用もあると。がん出生異常、脂肪肝のほかに子どもの神経に作用すると懸念されています。まあ、帝京大の藤井さんという、まあ、研究者の人が、化学構造が同じグルゴシネートという、まあ、グルフリホサートと同じですね、グルゴシネート非常に似たんですね、これを親グラントに与えると子どもが凶暴化すると、これ神経に、ね、脳関門がまだ未熟な幼い動物の脳幹部を通って農薬が入って脳神経を浮かすということが懸念されるということを言っています。さらにですね、モンサントはラウンドアップは安全な農薬だ、ね、これをかけても直ちに分解されて、ね、全くその有害性をなくしてしまうというふうに宣伝していて、
まあ、ラウンドアップのこのポスターなんかにはね、お母さんと子供がね、雑草カラスに使っているような絵をこうつけたりして、まあ、犯罪的なことをやってるわけですけど、これは実は日本の警察の事故情報を見ると、ラウンドアップで死者がいっぱい出てるんですよ、日本でも。どうしてかっていうとですね、このラウンドアップ自身は確かにマイカが分解するか、まあ、発がん性はあっても分解すると言われてるけど、グリフォサートはそうなんだけど、製品としてのラウンドアップという商品は、その中に定着剤、非溶系の界面活性剤っていって、ね、細胞は脂肪で覆われて、脂肪膜があって、中に有害物質が入らないようにできてるでしょ。その脂肪を通過するように界面活性剤が入ってるから、細胞浸透性が高いわけです。そして体に浸透していく。その定着剤がグリフォサートの数倍も毒性が高いというふうに指摘される。だからラウンドアップ飲めば自殺できちゃうわけです。バン。さらに日米合意で言われてたのは、食品添加物をさらに増やせということです。アメリカの食品で使われている食品添加物を日本で認めないと日本に輸出できませんよね。それで、この日本もアメリカと同じような添加物の指定にしなさいと、こういう要求で、はい、承知いたしましたって言って合意してるわけでしょ。じゃあどういうふうに今後なっていくのか、まあ、厚生省が定義を整理して、まあ、定義がちょっと食品添加物の、定義がいろいろ違うので、それを整理した日米比較を発表してます。日本は656、アメリカが約1600、そうするとこの差は約1000、これを日本はこれから埋めていかなきゃいけない。で、食品安全委員会という添加物を認可する審査会があるわけですけど、そこは100の単位でね、次々と審査していっています。急ピッチで認めていきます。で、まあ、この間去年は、殺菌剤の過酢酸性剤っていうのも OK にした。これ長らく認めてこなかったんです。で、過酸化水素という有害物質ができる懸念があるから、日本でこういうの使っちゃダメですよってなってたんですが、実際そのアメリカから来るクズ肉ね、これあの牛丼屋なんかでよく買うんですけど、牛丼屋さんいたらごめんなさいそういうですね、あのクズ肉をですね持ってくると、この非常に表面積が多い、ここにやはりサルモネラだとかね、大イチゴのような菌がつきやすい、そういうものにこの過酢酸製剤を噴霧してやると、そういうのが消えるね。だから輸出するのに必要だということで、これが日本に認められたというわけですね。それが、狂牛病の規制というのが、まあ、世界中で行われました。日本でも発生しましたし、アメリカでも発生した。で、アメリカの牛肉にあの狂牛病 BSE が発生したので、日本は輸入停止にしてましたけれども、アメリカの要求で20ヶ月以下の若い牛にはまだ狂牛病の原因である異常不妊が脳まで来てない、見つかりにくい、だからそういうふうなものは解禁しようよ言われて、日本20ヶ月以下は入れるようにした。でもほとんどは30ヶ月以上の牛が大半だから、今アメリカは30ヶ月以上についても、この30ヶ月以下に一歩引き上げて、解禁するということで、まあ、そういう解禁をしました。しかも日本は、各地方自治体が政府が前頭検査をやめちゃった後も、県民の税金で自主検査でこの狂牛病の前頭検査やってたんですけど、それも国の命令で全部やめなさいと。だって自分たちもね、県の考えで、ね、やってるんだからいいはずでしょ。しかも 100g にあたり1円にもならないんですよ、検査費用は。で、あるにもかかわらずそれをやめさせた、まあ、輸入牛肉が不利にならないんですね。国産は検査した、輸入はされてないね、そうすると日本の方が有利になっちゃう。そういう国産有利をなくすためにこの全頭検査の中止を命令した、まあ、そういうふうなことで、まあ、去年の4月には BSE の検査そのもの自体が全て廃止になりました。これは今後、今アメリカが強く要求している牛肉の関税撤廃、関税引き下げ、そういうことに対応してアメリカ牛肉を受け入れるための下準備をして、まあ、今年日米経済対話でですね、日米 FTA でもなれば
そうやって牛肉の関税の大幅引き下げてドドッとまた入ってくるということがあり得るのではないかというふうに思うわけです。さて遺伝子組み換え食品のことですけれども、種苗法廃止で民間企業が今後こう日本の公的種子に代わって取って代わっていくと、彼らは遺伝子組み換え品種特許もかかっているわけですけれども、それを日本でも生産を始める、そういう種子を売るようになるのではないかということが懸念されるわけです。で、TPP にはですね、これまでの自由貿易協定にはない条項があります。それは遺伝子組み換えの新規承認を促進することという、モダンバイオテクノロジーによる生産品の貿易条項というのがあるわけです。で、まあ、日本では、まあ、新しい遺伝子組み換え技術のゲノム編集を、まあ、日本でアメリカのジャガイモを認めるということも、国内の議論に一切抜きのままさっさと認めるというようなこともやってたわけですね。さてこちらを見ていただきますと、農水省が、環境影響評価を見て、日本の環境雑草ですね、そういうものに悪影響を与えているかいないかを調べて、影響がなければ国内生産を認めるという遺伝子組み換え品種、あそこの赤字で栽培かって書いて、栽培してもいいよってなってるのが118品目もあるんです。だから一度もですね、このモンサントなどが日本でこの遺伝子組み換えのアルファルファだろうがですね、西洋菜種だろうが、トウモロコシだろうが、大豆だろうが、日本で生産できると、こういう状況があるんですね。で、国内での生産って言いますと、まあ、企業が農地の所有もできるように規制緩和しましたよね。それから外資系企業ももちろんそれに参入できる。種、日本の種会社、ね、酒田の種とか皆さんご存知でしょ、ドキタとかね、いろいろあるけど、そういうのもいつ買収されてモンサントになっちゃったり、デュポンになっちゃったりね、わからないわけですね。そういうふうな状況がある。で、まあ、国内の中で遺伝子組み換えの生産が始まれば、私たちは今まで国産を買いましょうって言ってきました。遺伝子組み換えの大豆が大量に入ってきた時、私たちは国産の遺伝子組み換えまだされてない国産の大豆を食べましょう、大豆畑トラストっていう運動もありましたね、もう日本では大豆は採算合わないといって、大豆 の自給率っていうのは 2% まで落ちたんですよ、自給率。今ようやく 4-5% に戻りましたけどもね。私たち日本人は大豆というのは米に次ぐぐらい大事ですよね。味噌、醤油、ね、納豆、豆腐、ね、煮豆、いろんなものでこれをこの大豆、国産大豆のそのあれに栄養に預かってるわけですよね。で、それはどん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 輸入の遺伝子組み換えに変わっていったら、私たちの健康に懸念がありますよね。子供たちに食べさせたくなくなりますよね。海外でどうして遺伝子組み換え大豆に反対が起きないかっていうと、彼らはこれは家畜の餌なんです。だから家畜の餌だから、だから気にしなかったんですね、市民運動の中でも。でも私たちはこれは重要な副食材でしょ。だから私たちはこの遺伝子組み換えの大豆を食べないようにはどうしたいか、国産を復活させなきゃいけないっていうようなことで、10万4千円払うからどうか作ってください、そして私たちも手伝いますね、全量買い取ります、まあ、そういうふうな大豆畑トラスト運動というのは全国に広がっていったわけです。そして大豆、国産大豆、これは美味しいですね。煮豆用とかね、タンパクが多くて美味しい、油が多い輸入のものとは違って美味しいんです。そういうものを復活させようってやってきて、皆さんがスーパーの中で遺伝子組み換えでないものを選んだら、国産大豆 100%、 国産丸大豆 100% の醤油、そういう目で一生懸命選んできた。多少高くても安全なもの、安心なものが欲しいっていう消費者はそういう選択肢があった。ところが国内で遺伝子組み換えの生産が始まって、国産大豆も遺伝子組み換え作られたら、どん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 荒廃していっちゃうわけですよ。花粉が荒廃してね。そうすると
国産でも遺伝子組み換えだってなったら、もう私たちが国産なら遺伝子組み換えでないものが手に入るっていう選択肢まで生まれるってことになるんです。しかも遺伝子組み換えはひとたび農地に植えたら増え続けるんです。有害な化学物質は例えば PCB とかね、これもモンさんが作ってたんですけど、 PCB は非常に、まあね、有用な物質だということで世界中で使われたけど、実はものすごく有害で、しかもものすごく長く残留するということで、今や白クマの脂肪の中にも PCB が出るってぐらいになっちゃってる。それでも後から有害だって分かって禁止にしたわけですね。そしたらだんだんと消えていくわけですよ。減っていくわけでしょ。でも遺伝子組み換えは生き物ですから、種ですから、一旦何を置いたら、それは芽が出て花が咲いて一粒から千粒も二千粒も子供を残すでしょ。でそれが散っていくわけですよ。土の中にも落ちるし、潜り込んじゃっていつ発芽するかわからないし、鳥が食べて遠くに運んじゃうかもしれないし、風で花粉が飛んで違うところでまた芽生えるかもしれないし、そうやって人間がコントロールできない状態で環境に広がっていくんですと、ね、月日が経てば経つほど増えていっちゃうんですよ。だから絶対生産させてはいけないんです。元に戻せない、制御不可能。これだけは頭に入れておいてほしいんです。遺伝子組み換えを絶対国産製国内生産させてはならない、そういうことがあるわけですね。そして先ほど少し申し上げましたけれども、特許種子を日本で生産されたら、例えばですね、この外国人が、これはモンさんとも知ってでしょうか、この遺伝子組み換えの大豆を生産した、隣の農家さんが普通の大豆を生産した、隣同士ですから花粉が交雑して、この農家さんの大豆に遺伝子組み換えの花粉が少し入っちゃった、ボストモンさんとその人がわざとやったんじゃなくても、知らない間にそうなっても、あんたの畑に私の特許種子が、特許の遺伝子が入ってるじゃないか、特許侵害だ、賠償金を払いなさい、こういうふうに言ってくるわけですね。実際アメリカとかカナダの農家がこれで莫大な賠償金を取られたんですよ。農家は打つすべがないでしょう。向こうは凄腕の弁護士、生物特許、英語ね、そんなでですね、武装してて、日本の一農家がですよ、そういう多国籍企業の弁護士さんたちと戦うなんてことできるわけないでしょう。だからもういい時期にされて、1000万も2000万もアメリカが日本円にして1億も取られた農家がいるんですよ。そうやって、この特許支配ということが行われていくわけです。で、遺伝子組み換えの安全性というのは、先ほど申し上げた因果関係の証明はできてない。でもカナダの医科大学では遺伝子組み換えは食べても人間の消化液で分解されて、でも動物、害虫の腸は破壊するけど人の腸には悪液はないと言ってたのに、妊婦さんの血液から 93% の調べた妊婦さんの血液から遺伝子組み換え由来の殺虫タンパクの物質が検出された。 80% の女性の最大血からも検出された。つまり100% 分解されないんですよ、何でもね。でそれが血流に入って、最大血まで行って赤ちゃんまで行っちゃうと、そういうことも明らかになっていましたし、ロシアでは遺伝子組み換えの大豆を食べさせ続けた子供、死産の率がものすごく高かった、生まれて生き残った子供もすごく凶暴だ、さっき言った富士研究者 のデータと同じですね、すごい凶暴になった。でフランスで2008年でやったカーン大学の長期の給餌実験、餌を与え続ける実験、モンさんたちが、ね、やってる動物実験は3ヶ月でラットにそれを与えるのをやめてるんです。カーン大学は4ヶ月も5ヶ月もラットの一生24ヶ月と言われてますけど、その間ずっと与えた。どうなんだ、このように巨大な腫瘍が4ヶ月目からこうですね、そして、次々と死んでいったということなんですね。で、まあ、こういうふうな、まあ、ことで、アメリカの環境医学会は、まあ、多数の動物実験で免疫力の低下、子孫減少、肝臓腎臓の解毒器官の損傷、
が起きてる。だから遺伝子組み換えはもうモラトリアム、中止して腸機能全盛試験、そして全面表示をしなさいと、こういうことを言っているわけですね。でヨーロッパも非常に厳しい規制をして、ロシアも全面的に禁止して、日本だけがアメリカから輸出されてくる遺伝子組み換え大豆もトウモロコシみんな受け入れて、そして、これに対する表示もろくにしないで油も醤油もみんな売ってるわけですね。さらに遺伝子組み換えが次々と新しい開発をして、これは遺伝子組み換えの最初の商業化された動物、カナダで、販売されているのは鮭です。アメリカのアクアバンティという開発が会社が開発したのですが、この上の鮭が遺伝子組み換え、一年中成長ホルモンが出るように改造された鮭なんですね。ですから普通の鮭が一緒にこれ孵化した、同じ時期に孵化しても2倍の速度で大きくなる。この鮭ほっておくとですね、だから出荷サイズになるのに半分 の、 月日で、ね、出荷できちゃう。餌の効率もいい。でもこの鮭ね、ほっておくとどこまで大きくなるか、通常の鮭の25倍まで大きくなる。すごいですね。ですからこういうものがですね、自然界に出たら環境を攪乱してしまって大変な悪影響が出ると言われている。だから一応その陸上のコンクリートのプールの中でこの卵を作っているということなんですけど、これもその日本に輸出されてくるだろうということで、去年の8月、食品監視安全課というところがですね、どうやってこれを遺伝子組み換え鮭かどうかをこの区分けし検査できるだろうかということを始めまして、実際対象としてはですね、生鮭いっぱい入ってくるでしょ、向こうから鮭、その中でスモークサーモンとか缶詰の水煮の鮭とか鮭フレークとか、ね、よく売ってるじゃないですか、セブンにスーパーに。それから、ふりかけとかお茶漬けにも入ってるでしょ。それからすじこ、いくら、およびその加工品、これをどうやって遺伝子組み換え鮭かそうじゃないかを区別するのかって検査方法今一生懸命開発してるんですよ。入ってくるっていう前提ですよ。でこの鮭はすごい勢いで細胞分裂していくわけですから、これは何か失敗か、がんの可能性、それから今までにない成分が入ってるからアレルギー性の心配、そういうことも、専門家の人たちから指摘されているわけです。で日本は、こういう電子組み換えを大量に世界一、アメリカでも多く認可してるんですよ。この日本で、この遺伝子組み換えの作物がたくさん300種以上も認可して、食用油、醤油、加工食品原料の多くが表示なし、輸入される遺伝子組み換えの 90% が表示なしで輸出してます。で今日はちょっともう時間があまりないのでちょっと、一つ飛ばしますが、それから、TPP では通関時間を短縮しなさい、48時間にしなさいって言ってるんですね。 TPP で農作物の関税が下がればバンバン入ってくるでしょ、今以上に。でいっぱい入ってくるんだったら検査を厳しくしなきゃいけないでしょ、検査要員もたくさんいなきゃいけない、増やさなきゃいけないでしょ。ところが検査要員は全然増えてない、検査率はすごく低いんですよ、 8% ちょっとしかない。で通関時間をさらに短くしよう、そういうことしたらもう検疫はほとんど無効化されたようなものです。で私は TPP の中のこの規制緩和には入ってないけれども、最も懸念されなければならないのはアフラトキシンというカビ毒です。これはですね、ごく微量10マイクログラムパーキログラム、これをねラットに与えると全部のラットに肝臓がない、医療で与えても必ず肝臓がんになるという自然界の最強の発がん物質と言われています。これが日本の環境ではこの環境では生えない、でもアメリカなどは、アジアの方から船で運んでくる、その間にこの、アフラトキシンの獲得が発生するということで、日本の検疫所で一番アフラトキシンを線が見つかるのはアメリカのトウモロコシです。そして米も、
TPP の、あの、さ、あの、TPP じゃなくて、あの、あの、SD 米、食品用として輸入義務とされている米、主食用の米ですね。これにも、カビ毒が見つかった。汚染米事件というのがありましたね。で、このアフラトキシン、これが食品には 10ppb という非常に、まあ、低い、厳しい規制がかかった。で、これを超えちゃったものとか、だからさっき言ったトウモロコシとか米とか出るでしょ？と、それどうする？突き返さなきゃいけないじゃないですか。突き返さないんです。家畜の飼料に回しちゃうんです。だから日本の家畜が食べてるんですね。20ppb まで、2倍までいいよ。ね、そうやって、まあ、無駄のないように飼料に回すというようなことまで行われているわけです。それから、日豪 FTA といってオーストラリアと自由貿易結んじゃいましたね。オーストラリアから原価がいっぱい入ってきてます。で、アメリカとは今まで日米 FTA 結んでないけれども、アメリカは、日米経済対話という中でもっともっと牛肉入れろよと言ってきてるわけですけれども、そのアメリカやオーストラリアは世界で、ここの国だけ牛に合成成長ホルモンを使用してます。人間のホルモンと同じようなものをですね、この牛に注射して餌に混ぜてしてるんでしょうかね。で、これは世界的に輸入禁止してます。こういうホルモン、ホルモン牛肉はですね、輸入は禁止、ロシアも禁止、中国も禁止、そういう状況の中で日本はこれをさっき言ったように権益なザルですから、そこに入ってくる。国内での使用は禁止だけど、検疫検査はモニタリング検査も通過した後、サンプルだけ取って入ってたか入ってなかったか、違反はなかったかっていう記録を残すだけですから、どん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 入ってきてる。で、アメリカ、オーストラリアの肉がいっぱい入ってきてて、この食肉中の成長ホルモン、これエストロゲン、女性用ホルモンですが、これの調査を北大の先生たちがやった。で、どういう結果かというと、アメリカ産牛肉の脂身には日本の140倍もホルモンが残留してた、赤身では600倍も残留してたという報告があって、私は非常にショックを受けました。私、オーストラリアの肉はね、アメリカみたいなひどい買い方してないと思ってたんですね。なんかすごい広い草原の中で牛がごさんね、パラパラといって健康的にね育ってるから、そういう買い方してないなと思ってたのに、ね、農薬やこういうホルモン剤を与えるなんていうことしてないだろうと思ってたんですけど、そうじゃなかった。輸出国は輸出効率ね、生産効率を上げるためにやっちゃうんですね。で、その結果、このホルモンがいっぱい残留してるっていうことに、分かったわけですけども、で、アメリカではご存知のように、8人1人が乳がん、ねすごい、発症率が高い。アンジェリーナ・ジョリーという女優さんが、自分の前の女性がみんな乳がんで死んでいくために、自分のまだ乳がんでも何でもない健康な乳房を切除したというニュースがあって、私はひどいことが起きました。そのくらい恐怖なんですね。周りがみんな乳がんで死んでいっちゃう。日本では今18人に1人、アメリカではまあずっと少ないんですけれども、それでも増えていってということです。だから牛肉の関税を下げる、牛肉が安く食べれるね、牛丼屋さんで300円台で美味しい牛丼が食べられるなんて今なんて思うかもしれないけど、その牛肉は一体どういう牛肉なのかということを頭の、ね、中にぜひ入れといていただきたいんです。安くなっても合成ホルモン剤の入った牛肉なんだということを、ね、ご家族にぜひ伝えていただきたいんですね。で、このように増えていって日本でも乳がんの患者数、そして日米経済対話が始まってる、去年から始まってます。アメリカと、牛肉や豚肉、乳製品、ね、そういうものを引き下げろ、日本はこれを拒否できるでしょうか。多分無理ですよね、今の状況だとね。そしてさらにもっと怖いのは、日米 FTA という貿易協定、ね、この協定という条約で縛られて義務に課せられる、そういうことを求めてる。これは断固拒否しなきゃいけない。農産物輸出大国とは日本は自民党の前の政権の時までも絶対それを結ばなかったんです。だから負けるに決まってるじゃない、日本の農業が消えちゃうに決まってるじゃないですか。だから農業大国とは結ばなかった。
でも TPP の交渉の中で日豪 FTA を結んだ上、オーストラリアも農産物輸出国なのにそれも結んで、今度はアメリカがもう全部どんどん迫ってきてるわけですね。どうなるのかということです。で本来これはすごくおかしいことだってみんな思わなきゃいけないんですよ。輸入国の基準に合わせて輸出国は製品を輸出すべきでしょ。なんで輸出国の基準に合わせて輸入国が基準を下げて受け入れなきゃいけない。これはもうね、植民地扱いじゃないですか。対等な独立国家のやることじゃないでしょ。だからそういう風になってきてるんですよ。で、自由貿易協定っていうのは今これまでお話してきたように種子法の廃止も含めて私たちのためなのかって言ったらみんなノーって思いません？これは結局多国籍企業の自由な活動のために彼らの利益を最大限獲得するために相手国の厳しい基準、国内の国民の健康や農業や食料安全保障やそういう岩盤規制を取っ払って彼らは踏み込んできて自由に設けられるようにしようよ、そういうものだってことがうっすらですけど分かりますでしょ。そういうことなんですよ。ですから私は TPP も日米 FTA も絶対前に入れてはいけないと思うわけです。じゃあ日本はどうやったら対抗できるのか。もちろんそれは政権変えればいいんですけれども、で新しい政権がねそうじゃない政策を取って、首相の復活ができるようなこともしていけばいいんですけれども、でもね私たちの意識も安ければ安いほどいい、もちろん賃金がどんどん下がってる、正当な賃金を払うってことを求めなきゃいけないけれども、それと同時に、私たちは安全で高品質な食品こそが真の競争力があるということを私たちがそういう意識を持たなければならないわけです。食料生産の担い手は企業の大規模モノカルチャーではなく家族農業にあると、これは FAO 国連食糧農業機関が言ってるわけです。これまでの20世紀の100年間で植物の遺伝的多様性は 75% も消えてしまった。主な原因は農薬、化学肥料、遺伝子組み換え品種を大量使用してきた大規模探索農業にある。でそれを乗り越えていくのは家族農業以外にないと、これはもう食料農業機関 FAO が言っていることなんですね。まさにその通りであろうと思います。で最後に、スイスの事例を申し上げたいと思います。スイスが昨年9月に憲法に食料安全保障を加筆しました。憲法にですよ、食料安全保障、食料主権というのは自分たちの国の土地で生産された食料の供給に預かる権利、これを侵害する貿易自由化は憲法に基づいて拒否する。環境か例えば農薬とか化学肥料とか多頭害、そういうことを避ける農業と食で持続可能性を実現すること、価格で競うのではなく高い品質で差別化すること、安全で健康で良い健康に良い食べ物を農業だけじゃない、食品産業も一体となって消費者に供給すること、農家は生物多様性、家畜を尊重した飼育、有機肥料の使用などの生産基準を満たす、そういう満たした農家に約3000億円を毎年補助金をスイスは払ってるんです。日本は TPP 対策だとかね、そういうことを言って3000億円払いますので、そこに使うんじゃなくて、ね、本来だったらちゃんとした高品質のものを作る農家にこそ補助金を与えるべきなんですよ。で、厳格な環境基準とか動物福祉基準、そういうものは家畜の健康とか肉の質に影響を及ぼすわけです。まあ、スイスの食品価格はもちろん物価が高いということもあるんですけど、世界平均の 2.42 倍と、まあ、結構高いんですね。であるにもかかわらずスイスの国民は国産の肉、ね、これを消費量の5分の4は国産の肉をみんな買っている。そして輸入に高い関税を課した。昨年の輸入の産物の関税は平均 30%、
完全な 中には、完全な 100% 以上の野菜とか肉や乳製品もあるわけです。皆さんね、完全っていうのはね、悪いことじゃないんですよ。当然の権利なんです。自分の国内農業を守る、環境を守る、食料安全保障を守るという国家の自立した国家の基本なんです。それを守るのが完全、完全の権利、当然の権利なんです。だからこれをね、下げろというのは不当な要求なんですよ。まあ、そういうふうなことで、スイス人は国産肉に輸入肉よりも 27% 余分に払った方がいいと考えていると、これはアンケート調査で出ているわけです。そして高い基準に従って飼育された国産は外国産より質が良いという信頼を持っていると。質も良いもの、みんなが健康になるもの、環境が守られるもの、農家が安心して再生産できる価格でこれを支えること、そのためには税金を使うこと、それをみんなが合意していく、そういう日本にしていかないと、このままでは私たちの食料安全保障は、完全に奪われてしまうと思います。まあ、スイスの事例を出しましたが、私たちもこういう方向に向かって、日本を立て直して、ご一緒に立て直していければと思います。ご清聴ありがとうございました。